では間がこちらの物件を紹介します。これは2017年の EMNLP の、 ワークショップの一つの、 その WMT17 っていうその翻訳に関するもの、さらにその中 の、 そのクオリティエスティメーションの中に挙げられたものです。はい、概要です。なんか特徴量の抽出なんかっていうものが、そうクオリティエスティメーションによってすごい大事なものであるというふうなことが述べられています。結構なんか1個や2個とかいう世界じゃなくて、なんか20個30個っていうふうに取り出して、で大量にその回帰モデルに突っ込んで、で最終的にその品質推定をするっていう、まあ、その回帰モデルに突っ込むところまでは大体一緒なんですけど、そのもう特徴量を詰め込もうと思えばいくらでも詰め込めちゃうわけで、結構多いものだと30個を超えるようなものも あるっていうふうなことになっています。だからこう、まあ、そんなに多くなくてもいいんじゃないっていう研究もあったりとか、はい、いろいろあります。はい、でそこで、筆者たちはもう割とこうシンプルにニューラルネットワークのその特徴量を用いようっていうことで、エンベディングとクロスエントロピーっていう2つだけを提案しています。でこれで、政治的にこう人手評価との相関を図っていくんですけど、まあ、この2つ入れただけで結構上がったっていう風な内容です。最初に1個目のエンベディングの特徴量としては、結構その入力文と出力文それぞれにおいて、その単語の分散表現学習させておいて、で各文のそれぞれの単語それぞれで埋め込み表現を取ってきて、で平均を取るとその文の埋め込みの表現ができるっていうふうにしてて、そうすると入力文と出力文の埋め込み表現、文としての埋め込み表現がその平均値としてこう得ることができるので、最終的にそれをコキャットして特徴量を得るっていうふうにしています。クロスエントロピーの方は、先ほど述べたそのエンベディングのやつだと、その単語ごとでただただこうぶつ切りに取ってくるだけになっているので、文脈の関係っていうものがまあ考慮されていない、その流れとしてなんか文の流れみたいなものが意識できていないっていうふうになっているので、まあそういうものを多少考慮できるリカレントニューラルネットワークの、言語モデルっていうものも別に学習させておいて、そこからそのクロスエントロピーを取ってくればいいんじゃないのっていうふうに言っています。弊社たちが、提案している、特徴量は簡単に本当にシンプルにこれだけです。で、実験です。今回は英語とドイツ語の2つ、まあ、英語からドイツ語っていうのとドイツ語から英語っていうのを2種類でやっています。で、対役のペア数がここにある通りで2万3000ペアと1000と2000っていう風な感じになっています。で、先ほど述べたエンベディングとクロスエントロピーを取ってくるためのワードエンベディングとRNN のランゲージモデルのをトレインするために、そのもともとクオリティエスティメーションのタスクの中で、そのこれは使っていいよっていうコーパスが結構あるので、その中から これだけを取ってきて、結構すごい量なんですけど、大量に使って学習をさせたという流れになっています。これを用いてここから特徴量を取ってきてっていう風な形になっています。で、実験としては最終的にこう特徴量を選んで、抽出した特徴量を回帰モデルに入れて、その学習した回帰モデルで、クオリティエスティメーションを行って人手で評価したテストセットと、いくつかの相関とか、エラーとかっていうものを調べていきます。でベースラインっていうのがすごい多くて、文の長さ、入力文の長さで1個、出力文の長さで特徴量2つ目とか、あとはその言語モデルの確率みたいなのもあって、17種類あって、で、
ベースラインはそれ全部使って、廃棄モデルに入れるっていうのが、基本の、指標じゃない基本のモデルになっています。でそれに対して、例えばこうワード2ビッグのから取り出したエンベディングだけを使うとか、ベースラインとエンベディングをこう合わせて使うとかっていう、こう組み合わせをして、実験をしています。で結果です。青いやつが高いほど良いもので、ピンクのやつがこう低いほど良いものになっているはずです。そうですね。でまずは、上の2つベースラインの17個の指標を使ったものと、ワードズベックからこう埋め込み表現だけをエンベディングをだけを取ってきたもので比べると、もうまずなんだ、もう単体で用いるだけでもうまずベースラインよりも高くなっているっていうことが分かっています。そのベースラインでこう17個もいくつかあれやこれやと表記していたけど、たった1個にこう混ざってしまうっていう、たった1個で買ってしまうっていう感じになっています。で次の以下からはこう結構ワードツーベックの方を基準にして実験をしてて、ワードツーベック基準にしてベースラインを足したのと RNN の方を足したもので、比較をしているんですけど、そういう比較をすると、本当にどちらの言語も、すみません、説明が忘れてたんですけど、上の表が、英語からドイツ語で、下がドイツ語から英語になってるんですけど、RNN の言語モデルのクロスエントロピーの特徴量を使う方が若干良くなっているというふうに言っています。で、結構、学習に使った、ペアの量がこの 4.7 メガだから470万分、すごい量あるんですけど、でちょっとなんだサイズを少しずつこう変えて実験したら結構、1メガ、100万分っていうのを境にして、100万分を超えて RNN ランゲージモデルとかを訓練させると、してもこうあんまりこう性能に変化はないけど、100万分を下回った瞬間こうだんだんこう性能が落ちていくっていう風なのが分かったっていう風に述べています。でこれだけ見てもこう上の18個の特徴量に対して、まあ、たった2個の方がまあ良いという風になっています。で、まあ、最後に、最終的にこう全部使ったらどうなるかっていうと、まあ、気持ちいいなんですけど、少しだけさらに良くなったっていうふうに、述べています。最後コンクルージョンです。いろいろこう特徴量をたくさん突っ込むっていう世界の中でこうシンプルな2つの特徴量をクオリティエスティメーションに適用したっていう内容です。で、実験で、エンベディングの方とクロスエントロピーの方で、まあ、どちらかというとエンベディングの方が効果が高かったんですけど、有用性を確認しています。で、ニューラルネットワークでこう翻訳、あ、違う、翻訳じゃない、ね、もうニューラルネットワークのそのもののこう特徴量なので、言語とかなんかいろいろなものにこう依存せず使えるっていうのが強いというふうに言っていました。以上で終わります。